おう。学校へ行こう。焼きそばパンが俺を待ってる。いや、違うぞ。目的を見失うな。沖野を探すんだ。騎兵は未来の兵器。何やら苦々しいが、それならば合点も行く。電算機一つと。おそらく沖野は猫が好きだ。いや、だからなんだというわけではないのだが。さて、大きのはどこだ。なんだ、女性とか。包帯だらけで青白い顔。木陰に幽霊でも出たのかと思ったぞ。だがゾクッとする美人だ。一つお近づきに。あ、いかんいかん。今はそれどころではない。あの、これは浮気。いや、断じて違う。そもそも沖野は男だ。惚れたと言ってもそれは女性の姿だった時の話だ。思い出したぞ。奴だって尾形という男に告白していたではないか。悪いな沖野。貴様が悪いのだ。貴様が。お嬢さん。あれ、沖野が餌を与えていた猫。あの猫ちゃん、学校に住み着いているんだね。ああ、福助のことね。福助？福猫の福助。こいつ、いろんな名で呼ばれているのか。なんで福猫なの？あの子の近くでお金拾うことが多いんだって。小銭らしいけど。小銭。あ、試しに百葉箱の下を見てみるか。これは。百円硬貨だ。これはありがたい。黒部君、今日はどうかな。
ああ、今日はちょっと行くとこあってさ。そっか。そうそう落ちてないか。ソースで絡めたそばを戦後焼きそばと。手持ちは100円。150円か。金が足らん。これは。100円硬貨だ。これはありがたい。そうそう落ちてないか。下を覗いてたんだけど、なんだろうね。お釣りを落としたとか。私なら拾わない。格好悪いもん。手持ちは200円。焼きそばパンください。待たせたな、焼きそばパン。よしよし、今食べてやるぞ。うまい。うますぎる。それも当然、焼きそばパンだ。ソースで絡む戦後焼きそば。手持ちは50円。手持ちは50円。コーヒーか。甘くてうまい。そうそう落ち。
沖野のやついないな。学校に来てないのか。お、これは騎兵の探査装置じゃないか。なぜここに。あ、こいつは。貴様、神社で俺を時間旅行させた。どうした、動けないのか。沖野がこいつもやったのだろうか。まさかこいつも背負ってアジトに連れて行けというのか。面倒だな。俺は別に沖野の子分じゃないんだ。そこまで気を回す必要はない。待て、こいつめ。騎兵の装備がなぜここに。どこから来たんだ。調べてやる。なんだ。どういうことだ沖野。高都市、どうしたの。組み込まれているシステムだ。ああ、バレたのか。沖野、東雲博士が見つけたんだ。ダイモス、本気か。あれは俺が子供の頃流行った怪獣のシミュレーターじゃないか。別に何も問題ないさ。人類最後のコロニーをゲームで管理する気か。機能させているのは環境管理の部分だけで、怪獣は街を壊しに来ないよ。しかし一から構築するより早く完成しただろ。愛する人の言葉を信用できないのかな。仕事はもう終わり。僕たちは人類のために十分貢献した。このコロニーの生命維持が持つ間は、僕は一秒でも長く君と一緒に過ごしたい。つかさ、そうだな。俺もお前を抱きしめていたい。東雲博士にはうまく伝えておく。ありがとう。愛してるよ、高俊。なんだこれは。まさかあれが俺か。なぜ沖野と俺が。嘘だ。おい、今のは何なんだ。もう一度出せ。これが俺の最後の記録だ。さっきと違うぞ。司が死んだ。救命装置が使えない。俺の命もあと数時間。なんでこんなことに。箱舟計画のエネルギーをめぐって揉めた。司も計画を中止し、生命維持に回すべきだと主張した。尾形たちが銃を持ち出さなければ。いや、悔やんでももう遅い。泉さんが司を撃った。だから俺も彼と仲間を撃った。生き残っているのはおそらくあの場から逃げた東雲博士と井田博士、そして瀕死の俺ぐらいか。格納庫が吹き飛んでコロニーは壊滅的だ。もう20時間もつまい、全てが終わる。人を守りたくてここに来た。だが俺は仲間相手に殺し合いをして死ぬ。もし箱舟計画が成功して本当に生まれ変われるなら
守るための人生であってくれ。みんなを、司を。生まれ変わり、沖野が殺される。今の映像は何なんだ。なんだこの不安感は。沖野、どこだ。沖野、無事だったか。肘山君、そんなに慌ててどうしたんだ。何？やはりあの映像は沖野だ。あれは何だったんだ。僕の顔に何かついてる？学校には行かなかったのか。ああ、今日はちょっと時間旅行をね。もしかして学校で僕を探してたの？いや、別に。まあ、無事でよかった。いいわけがあるか。なぜ俺が沖野を見て安堵せねばならん。相変わらずその格好なんだな。貴様、もっと動けば撃つ。俺をつけてきたのか。おかげで沖野が見つかったよ。まさか沖野を殺しに。落ち着けよ肘山君。彼は関ヶ原へ、僕と彼は同類さ。そうだろ。よくあれで持たせてるな。ここに来た理由は多分僕と一緒になるため。銃は下げてくれ。もう逃げたりしない。沖野、お前が必要だ。俺を助けてくれ。いいね、素直な君は好きだよ。貴様らまさかそのできているのか。だとしたら君はどうするの？うん、